ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。昨日見た虹はおかしな色だったわね。どんな色の虹だったんだ？普通、虹の色は七色でしょ。でも、私が見た虹は白色だったのよ。白色の虹を霊夢は見てしまったんだな。え、何か不吉なものだったのかしら？実は白い虹は昔から強調だと言われてきたんだぜ。つい、珍しくて見てしまったのだけど、不吉なものだったのね。それに、白い虹は地震の前兆だとする説もあるんだぜ。地震の前兆でもあるのね。いろいろと地震の前兆ってあるみたいだけど、マリサは他にも知っているのかしら？もちろんたくさん知っているぜ。それじゃ今回は、地震の前兆をいろいろ教えてもらうことにするわ。通常の虹は、太陽の光が雨、空気中の水滴に反射して見られるのに対し、白い虹は太陽の光が、霧に反射して見られる現象なんだ。また、白い虹は、霧の粒が雨粒より細かいため、プリズムのように分光されないという特徴もある。なるほど、白い虹ってそのような発生メカニズムなのね。ところでどうして、白い虹は地震の前兆だと言われるようになったの？もともとは地震の前兆というよりは、不吉なことが起こる前兆だと考えられてきた。これは大昔の中国の歴史にもそのような記述が残されているんだ。もともとは地震とは関係が薄かったのね。もともと白い虹は政変の象徴であったとも言われているんだ。クーデターなどの大きな政変の直前に、この白い虹が目撃されることが多かったんだぜ。もともとは政変の前兆といった側面が強かったのね。まあ不吉なことが起こる前兆という点では、昔も今もあまり変わらないけどな。近年では、この白い虹が発生した後に地震が起こった例が、数多く報告されていることから、地震の前兆だと考えられるようになったんだ。白い虹が近年では地震の前兆だと言われるようになっていったのね。まあ、かつても政変以外に、天変地異の前兆とも言われていたから、それほど解釈が変わったというわけじゃないけどな。なるほどね。実は、この白い虹と地震の関係を証明するような、科学的な根拠はまだ見つかっていないぜ。科学的根拠はないけど、前兆だと言われるくらいの事例が存在しているって感じかしらね。まあそういうことなんだぜ。過去に白い虹を観測した数日後に、巨大地震が発生しているケースが数多くあるんだ。どんな事例があるのかしら？具体的に言うと、東日本大震災の起きる約4日前に、白い虹が観測されているんだぜ。やっぱり東日本大震災の前にも観測されていたのね。他にも多くの事例があるんだぜ。他にはどんな事例があるのかしら？数多くある事例の中から紹介してみると。まず、10月21日の朝に、長野で白い虹が出て、21日の午後に、福島で震度5弱が発生しているんだ。次に、10月27日に福島で白い虹が出た数日後に、台湾でマグニチュード 5.7 が発生しているぜ。最短で数時間後に地震が発生しているものもあるのね。白い虹が発生した後に確かに地震が発生しているわね。さらに、巨大地震ではないけど11月2日に北海道で白い虹が出て、翌日には、千葉で群発地震と震度3が多発したぜ。これは結構確実な前兆だと言えそうね。千葉県で地震が起きたってことは、以前から警戒されている首都直下型地震かと、予測した人もいたでしょうね。南海トラフ地震と合わせて、首都直下型地震も予測されている巨大地震だからな。確かに霊夢の言う通り、そういった地震の前兆だと考えて、驚いた人も少なくはなかっただろうな。今度、白い虹を見かけたら気をつけないといけないわね。昨日、白い虹を見たわけだから、今後しばらくは気をつけた方がいいぜ。私も水とか食料とかの備蓄を、霊夢にお願いすることにするぜ。私が準備する前提で、マリサは生きているのね。他にも多くの事例があるから紹介してみることにするぜ。よろしく頼むわ。まず紹介する地震の前兆は前震だぜ。地震の前に起こる地震ってことね。そういうことなんだぜ。この前震というものは、巨大地震の前兆としてはよく言われているものになる。例えば熊本地震でも、最初に発生した地震が前震で、その後に本震がやってきた。確かに大きな地震が2度起こったわね。前震とは特定の時間と地域で、ばらつきと群れをなして発生する一連の地震活動において、発生した地震の最も大きな揺れを本震とした際に、本震に先立って起こっていた地震のことだぜ。なるほどね、それだと前震を見分けるのは難しい感じね。確かにその通りで、どの地震を前震とするかは非常に難しいぜ。大きな地震が起こった後に、綿密な調査がなされて確定されるような感じなんだ。それだと前兆とは言えないんじゃないの？そうじゃないぜ、どれが前震かどうかわからないというだけで。地震が起こった後に、さらに大きな地震が起こる可能性が高いってことに違いはないぜ。具体的な例では、1872年に起きた浜田地震が、数多くの前震が記録されていることで有名なんだ。なるほど。
その浜田地震が起きた際に島根県東部では、微震が4から5日間にかけて発生していたんだ。そして、本震があった当日も連続して前震があったことが報告されているんだぜ。前震に気づいて、対策をしたりできる事例なのかもしれないわね。前震が起こったら、早めに避難しておいた方がいいのかもしれないわね。できるなら、そうした方が良いかもしれないけど、日本では、毎日数多くの地震が発生しているので、どの地震が前震に当たるのか難しいからな。そういえば、そうだったわね。また、別の例では1930年に発生した、北伊豆地震でも前震が確認されており、その前震の数は3000回を超えていたと言われているんだぜ。3000回も起こっているのね。とんでもない数だわ。それではどの地震で避難をすべきかわからないわね。確かにそうなんだけど、注意しておくくらいはしておこうぜ。過去にイタリアでは、前震の関係で多くの犠牲者が出てしまうことになったんだ。どんなことがあったのかしら？具体的に言うと、2009年にイタリアで大規模な地震が発生した際に、群発地震が発生していたにもかかわらず、当局が安全宣言を出してしまったので、安心した人々の多くが犠牲になったということがあった。そんなことがあったのね。安全宣言がどういう経緯で出されたのかはわからないけど、時期尚早だったのね。ところで群発地震ってどんな地震のことなのかしら？群発地震とは、前震、本震、余震の区別がはっきりせず、ある地域に対して、集中的または多数発生するような地震群のことを、群発地震と呼ぶんだ。なるほど、群発地震というのは普通の地震とは違うのね。他にも地震の前兆ってあるのよね？もちろんあるから紹介してみるぜ。次に紹介する巨大地震の前兆はナマズだ。北はね、ナマズ、地震の前兆としては有名よね。地震とナマズの関係の歴史はとても古いからな。昔からナマズと地震に関連する絵とかあるもんね。江戸時代に流行した絵に、よくナマズが出てくるってやつのことだな。ナマズと地震が関連するのってどういう経緯だったのかしら？実は、古来からナマズは地震に深く関係していると考えられていたんだ。中でも、江戸時代の頃は地震が発生する原因は、地面の下を泳いでいる巨大ナマズが、暴れているからだと信じられていたことに由来している。さすがにそれは違うわよね。そんなナマズがいたら怖いわよ。まあ、当時は地震に関する科学的なものは何もないからな。そのように考えても無理はないんだぜ。確かにそれもそうね。話を戻すけど、昔の人々は巨大地震が起きないように、神社に要石を置いたんだぜ。要石ってどんな石のことなの？要石とは鹿島神宮、香取神宮境内などにある石のことだな。また、要石の根は深く、地震を沈める効果を持つと言われているぜ。地震が起こらないように石を置いたってことなのね。つまりはそういうことなんだぜ。また、要石には次のような伝承が言い伝えられているんだぜ。どんな伝承が言い伝えられているのかしら？その昔、鹿島神宮の武三和地、香取神宮の仏主は天照大神から、人々を困らせる地震を防ぐように言われるんだけど、二人の神が地震の原因を探ると、地中に大きなナマズが住み着き、暴れていることが原因で、二人の神は地中に深く石棒を差し込み、ナマズの頭皮を抑え、地震を沈めたと言われているんだ。そして、沈める際に使用された石棒の先端が、先ほどの要石だと言われているんだ。なるほど、そういった話が残っているのね。なんか話を聞いているとナマズがかわいそうに思うけど、地震を起こす方が悪いからしょうがないわね。まあ地震を起こすようなナマズは成敗されてくれ。それで、科学的に言うと、地震とナマズはどのように関係しているのかしら？具体的に言うとナマズは、地震が起きる際に発生する微弱な電磁波パルスを、感知することができるそうだ。ナマズにはそんな能力があるのね。そして、そのことを裏付ける実験が、大正12年、1923年に行われていたりするぜ。そんな昔にそんな実験が行われているのね。その実験とは、関東地震後に青森県の東北大学附属浅虫臨海実験所において、科学的なナマズと地震との関係に関する研究なんだけど、そこでナマズが地震に反応することがわかったぜ。関東大震災の頃だから、地震研究も盛んだったのかもしれないわね。まあ時勢を考えてみても、まさにその通りだぜ。どういった実験内容だったのかしら？実験の方法は至って簡単で、水槽に飼育されたナマズを入れて、ガラスをノックした時の反応の敏感さを観察する実験だったんだ。意外とシンプルな実験ね。まあ他にも色々な実験が行われたと思うけど、よく言われているのはこれなんだぜ。それで、結果はどうだったのかしら？結果は 80% の確率で、ノックに対してナマズが反応したと報告されているんだ。8割近くもノックに反応したのね。でも、他の魚類でもそのくらいの反応はしたりしないのかしら？それについてはどうだろうな。また、別の実験では東京都水産試験場において、
ナマズと地震との関係に関する研究が、1976年4月から1992年3月までの16年間、行われていたんだぜ。16年間も行われていたのね。かなり長期間の研究だと言えると思うぜ。その他にも一部の研究者は、ナマズが地震に関する予測を、可能にすることができる生き物かもしれないと発言しているんだ。いつの日かナマズが私たちの役に立つ日も来るかもしれないのね。それは頼もしいわね。まあ研究が今以上に進んで、何らかの発見があればってことなんだけどな。次の巨大地震の前兆は、地震発光現象だぜ。地震発光現象ってどんな現象なのかしら？地震発光現象とは巨大地震に先立って、空に謎の光が輝く現象だ。空が光るなんて、一見素敵に思うけど恐ろしい地震の前兆なのね。残念だけどそうなんだぜ。過去には阪神淡路大震災が起きる数日前から、空が異常に光っていたという証言もある。そんなことがあるのね。空が光るような現象を見たら気をつけないとダメね。確かに、気をつけておくといいぜ。いつ頃からそのような現象があるのかしら？地震発光現象は古くから報告されているんだぜ。紀元前くらいからあったりするのかしら？さすがにその時代の記録は残っていないぜ。記録に残っているのは、1900年初頭に発生した地震では発光現象があったそうだぜ。100年以上前から記録があるのね。また、最近では海外で発生する地震の多くは、発光現象が目撃される例も多いぜ。日本だけで目撃される現象というわけじゃないのね。それで、発光現象ってどんな光なのかしら？一般的に言われているのは、青白い炎のような光が漂うと言われている。国や地域によって光の種類は違うことが多いし、見る人によって個人差があるぜ。確かに見る人によって、見え方の説明が違いそうだもんね。私は残念ながら、そういった現象は見たことがないわね。まあ見ないに越したことはないと思うぜ。話を戻すけど、青い炎のような光以外では、太陽のような大きな光が見えることもあるそうだ。だいぶ、違いがあるみたいね。まあいろいろな発光現象があるってことだぜ。結局、この現象と地震との関連って証明されているの？実はこの前兆も科学的根拠はないとされているぜ。まあ研究自体は進められているとは思うけどな。やっぱりそうなのね。でも何が原因でこのような発光現象が起きるのかしら？いろいろと考えられるけど、一般的には電線のショートや火事、爆発によるものだと言われているぜ。でも、地震の前に見られることがあるのよね。実際に見たら、気をつけるようにしておくわ。まあその方がいいと思うぜ。いろいろな前兆があるけど、何かおかしいなと思ったら気をつけることだぜ。第六感ってやつね。そういった感のようなものも時には大事ね。私も何かあったらすぐに、霊夢の家に逃げ込むことにするぜ。マリサが逃げ込んでくるのはいつものことでしょ。今回はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。